ちょっとじゃあジェネシスセッティングの方がだいぶ煮詰まってきたのでレース行ってみようかな。これいいかな、いけるかな。レベル3難しそう、ダスクとかなんかすごい綺麗そうな感じがしてて、結構いいよこの車、走りやすい。いっかな。まあ一つ不満点があるとしたらブレーキングがちょっとね弱いかなっていう。それ以外はね本当にバランスがいいっていうか、本当になんかこうギリギリまでこう攻める走りができるから、なかなか思ってた以上にいい車かもしれない。これはブレーキング本当弱いから、早めに本当ブレーキ踏んで2、3回に分けてこうブレーキ踏まないと車が止まれないっていうところがちょっと怖いかな。それ以外は本当特に、あとちょっとコーナリングの時にね若干アンダーが気になるかなっていう。 FR だったらもうちょっとこうクイックイッと曲がってほしいって思うところはあるけど、まあ全体的には本当乗りやすい。パワーちょっと上げて、もうちょっとパワー欲しいかな。結構これレース難しめだからパワー上げといた方がいい、ね、ウェイトはまあこれでいいとして、トラクションは2でいいかな。でスポーツミディアムで、でブレーキングねちょっとこう、まあ、弱いから、そっか今 N500 になってるのか、俺これパワー上げてるから。あーなるほどね。 N っていうのはこれ 何を指してんだろう、パワーのこと。まあ、ブレーキングを若干前のブレーキを強めにして、まあ、アンダーになっちゃうけど、まあブレーキングちょっとくらいは強くしないとちょっと止まれないんで、あとちょっとこう車高を下げて、バランス的には前の方を若干低めだね。あんまこれやりすぎるとトラクション効きにくくなるから、ね、ちょっとあれなんだね。かなとりあえずこんな感じでやってみますか。え、やだ、ちょっと待って、セッティングしてるけど、ね、あ、これ以上パワー上げられないって感じなのこれ。あ、そういう感じ。 N500、 あ、なるほどね。これ以上パワー上げると N500 っていう風になっちゃうんだ。 N400 の中ではこのパワーが限界だってことか、今俺がいるクラスでは。あ、これでいったもんよ。よし、なるほどね。さて行ってみますか。まあスポーツミディアムで、周り結構ですか、パワー上げるとやっぱこう周りもこういう車ばっかりになるのか。今 N400 っていう、もともとは N300 だったのかな。じゃあブレーキングね、本当にこの車で注意するでしょう。ブレーキングだね。あるから落ち着いてやれば。中速でやっぱ攻めるしかないな。止まれ。これでも3回ブレーキ踏んだんだよ俺。結構早めに3回ブレーキ踏んで やっとギリギリ止まれちゃった。ちょっとブレーキングがね弱いね。ス
ブレーキングよければもっとギリギリまで攻められる、攻める走りができる。するか車あれあんま改造しすぎるとどんどんクラスが上がっちゃうから、周りの車がすごい車ばっかになってしまうね。改造しすぎる。まだないだぜ、もっともっと順位上げないと厳しい。スリコストリーム使って駅ね、駅ね、もうここで踏む。ダメ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 。アクセル踏んだ時の感触はやっぱり FR ならでは、さっきの FF とは全然違う。アクセル踏んだ時にこう車がこうスーッと前に進んでくれる感じがやっぱり FF なんか引っかかってる感じがして、ブレーキングで距離詰めたんだけど、コーナリングとあとやっぱり立ち上がりから中速あたりで距離詰め、軽いからね、コーナリングはいいと思う。これもブレーキ踏んで、もう一回踏んで、もう一回踏む、もう一回踏む、すいません、ダメだ、クイーンレース終わったからね。止まれないんだよこの車、もうちょっと軽くした方がいいんだよこれ、パワー上げるより。もっと軽くすれば多分ブレーキング良くなる、重いのかな、この人。でも3回くらいブレーキ踏んでんだけど、ダメだ、オンラインでこの車乗ったら多分俺絶対みんなに怒られる、ぶつけまくってた。いや止まれないんだよ、もうちょっとブレーキング強ければ。ABS 効きすぎてんのかな、むしろ ABS オフにしたらいいのか。いやでもな、ブレーキングで一気に距離詰められてるよ、後ろ。これ以上はね、遅くブレーキ踏んだら多分止まれないって俺前に突っ込むと思うから。いやこれやっぱアンダー出るな。いろいろと惜しい車だな、これ。俺のセッティングがもうちょっとうまくて。ブレーキングに関してはもうこれ以上どうしようもないから、おい来てる来てる。ブレーキングに関してはもうこれ以上は車軽くするくらいしかない。ダウンフォースとかも強くするし、これも踏まないとダメだと思います。ブレーキングのところで一気になんか後ろの車がさ、俺迫ってくるのは怖いんだけど、このクラスの クーペとかはブレーキングが大事だよ。ちょ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 、立ち上がりなんとかこう置いていく。待ってるよ、こういうの。ダメだ、アンダー出る、アンダー出る。ここでブレーキ踏みながら、ブレーキアクセル踏みながら車の向きを変えられるっていうのがやっぱり FR の要素。アンダー出てもハンドルを切りながらアクセル踏めばね、若干車が滑るっていうのを利用して一気に車の向きをくるっと変えられる。
やったー。でも多分これクリーンレースじゃないよ絶対。ほらね、まあ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 頑張った方でしょう。いやー、やっぱブレーキングなー。ちょっともう一回リプレイ見てみるか。ブレーキングなんとかしたいね。それさえできればほんとなんか乗りやすいと思う。やっぱ軽くしたらいいな。ちょっとそこまで見つけた。ぶつけまくって。左ハンドルか。いや、かっこいい。頑張ってこないと。こういう後ろの車からこう見ればどういう走りしてるかっていうのがすごいライン通りとかが分かりやすくて、かっけえな。やっぱフェタの後ろの方から来る。来てる。来てる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 。頑張ってブレーキング、あーって突っ込んでるけどなんとかこう持ち直してすっごいなんか荒い運転してる車が一台。あー、これはランエボとか。やっぱ綺麗だねライン。つってやっぱブレーキングでは完全に距離詰められてる。これなんだろう、プジョーか。プジョーだ。後ろからなんかもうすごいキー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 タイヤの音。あ、最悪の運転してる。ダメだもうこれ、ひどすぎるこの運転。オンラインでこれやったら本当に。だからもっとクリーンなレースしなきゃダメだね。ここら辺やっぱブレーキに、ちょっとブレーキ操作はもうちょっとこうかっこいいね。ポルシェね、ポルシェ欲しいな、買おうかな。ブレーキ操作はもうちょっとやっぱり、ね、うまくやらないと厳しいですよ。この視点で見るとすごいなんか B スペックやってる感じだね。 B スペックとかないもんねスポーツで。来てる。あ、出た出て後ろ見る。ブレーキングで、うわ、明らかにブレーキ踏んでる時間俺の方が長いもんね、このポルシェ。ちょっと比較動画
なんかフラフラしてる。フラ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 してるんだけど、前の車は。こんな感じで頑張って逃げてた。荒いな、運転。もうちょっと丁寧にやっぱ運転できるようにならないとダメだよ。で、ブレーキングでこう、うわーって距離詰められるんだよね、やっぱり。なんとかこう、アウトで持ちこたえて、初速はやっぱり俺、ブレーキベタ踏みだもんな、完全に。うちのポルシェはなんか1回か2回軽くスッスッって踏むだけでも止まってるもんね、車がね。いやー、やっぱ全然違うね、そこにこうやってみたら。3回ブレーキ踏んで、3回ブレーキ踏んでやってギリギリ止まれると、これ以上もっと早く踏んだら本当に追いつかれちゃうからね。いやー、なんかすごい無駄が多い走りだね、こうやって見てみると。あなたって無駄が多すぎる。なんかもっとさ、こうてかタイヤなんか滑りすぎじゃない？やっぱりスポーツソフトにした方がいいのかな。ものすごいタイヤ滑ってるような感じですよ。キー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 なってるよ、タイヤも。なるほどね。ちょっともうちょっとやっぱりセッティング煮詰めないとダメかもしれない、このヒュンダイは。まあ全体的にはいい車だとは思うけど、ちょっともうちょっと頑張ってセッティングしてみっか。